ということで、ね、時刻は今22時51分ということでございまして、こちらの方参りましょう。ウマ娘と YOASOBI まもなく出走。いやーな、おおお、そういうことね。あ、そういうことね。うん、うん、我々座ってるだけですけど、我々座ってるだけですけど、うん、まあ、あ、そうだ、あ、そうだ、来ましたね。はい、来ました。さあ、冬の夜、年に一度開催される大一番YOASOBI記念。まずは、周りの不幸は全て自分のせいと思い込んでいるちょっと臆病で弱気な馬娘、ライスシャワー。そして、人呼んでサイボーグ。常に物事を数値で捉え、無表情かつ無機質に目的を遂行する馬娘、ミホノブルボン。そんな馬娘たちは今宵どんなレースを見せてくれるのでしょうか。ゲートに入って体勢整いました。スタート。お、走ってる、お、走っている、いけいけいけ、走っている、お、走っているが、これは本当なのか。いいぞ、いいぞ、いいぞ、おっと、日本のブルボンが抜いたり、ライスシャワーが抜いたり、いい勝負、いい勝負なのか。2人同時に入り口は入れない。どっちか1人にしてください。どっちか1人に。はい、ということでございまして、改めてご紹介しましょう。今夜の馬娘、ライスシャワー役、岩見真中ちゃん。ライスシャワー役の岩見真中です。よろしくお願いします。そしてミホノブルボン役の長谷川郁美ちゃん。はい、ミホノブルボン役、長谷川郁美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもある意味馬娘と馬息子、改め馬おじさんです。いや、馬、はい、馬です、馬です。なんか2人との差がすごいな。俺は違う牧場です。なんか違う牧場だよね、絶対に。こっちは、ただの馬ですね。そうだよね、シャンちゃんは強いですね。どちらかというと、あの、放牧されてる方だよね、はい、そうですね、そうだよね。すごく素敵です。あ、本当ですか。ありがとうございます。いいんだよ、そんな気使わなくて大丈夫。あの、素敵です。あの、これがあの、我々の仕事でもありますはい、はい、さあ、ということで具体的なルール説明しますね。はい、今からまえちゃんと私がルームランナーで、それぞれ走ります。はい、私は時速20キロ以上、まえちゃんは時速10キロ以上を目指して全力疾走します。なるほど。するとルームランナーと連動してないんですけど、手動です。その数字を見て、このカーテンが徐々に上がり、はい、岩見さん、長谷川さんが、ライスシャワーとミホノブルボンの魅力を PR できるというアナログなシステムになっております。はいはい、しかし速度が、下がるとカーテンは降りてしまい、私の場合はですね、時速15キロ未満になると PR タイム終了、前ちゃんの場合は5キロ未満になると PR タイム終了となっております。はい、ランナー1人に対し告知できるのは1人ということでございまして、計2回の挑戦ということになりますね。はい、はい、また、馬娘になりきってもらうために、こちらをかぶっている。馬娘だったんかこれ、うん、俺は馬おじさんの気持ちでいるよ。馬息子じゃなくて、馬息子じゃないです、ごめん、あの、馬息子は言い過ぎた。やっぱ馬おじさんでした。馬おじさんと馬娘でいきましょう。そうだね、馬娘で馬娘なんだろう、新作の、なんかどちらかというと、なんかこう、馬っ子って感じだよね。姉妹ゲームが、そうだね、牧場物語だな。さあ、どっちが走って、あの、岩見さんと長谷川さん、どっちが先に PR しますか。どっちが先に PR しますか。私からいいですか。どうぞ。先に PR させていただこうと思います。はい、どうする。じゃあ、こっち行こうかな。行く、はい、行く、うまっこ、よろしくお願いします。頑張って、お願いします。頑張る、はい、頑張ってください。はい、失礼します。これは私ここで、はい、ここはこれ、本当はこうしたいんだよな。ね、そうやってでもいいじゃないですか。でっかい人参のところに。なんだろうこれ。この世界観すごいよね。同じ世界にいる人たち。さあ、ということで、それではね、ルームランナー PR チャレンジ出走のカウントダウンお願いします。3、2、1。これ数字出るんだね。頑張ってください。あ、10キロいたよ。私が演じさせていただいているライスシャワーというキャラクターはですね、あの、すごく、あの、ちょっと小柄なんですけど、でもすごく、あの、ストイックで、あの、真面目で、あの、気になっちゃうな、すごく、あの、すごく、あの、気になっちゃって、何を喋ってるかが分からなくなっちゃう。でも本当に、あの、真面目な子で、めちゃめちゃなんか、不運なことが起こる。
とうございました。すごい、あの、ゆえさんそうじゃないですか、現実的切ない世の中ですね。まあそうだね、本当はここでね、今お互いの健闘を、ね、分かち合いたいところなんだろうけども、それもさせてもらえない。ソーシャルで悲しみ。もう馬の世界でもそれは、このプラな世界だと、うん、頑張ってくださる先輩の、うん、息遣いがすごく聞こえてきて、申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでいっぱいになりました。いや、よかった、伝わったのかな。きっと伝わったかもしれない、ね、パッションが伝わった。